ゲルマン・ステパノビチ・チトフは、ソビエト連邦の宇宙飛行士。ガガーリンの次に宇宙に行った、ソ連の宇宙飛行士として知られている。最終階級は大将。チトフ、ニキータ・フルシチョフ、ガガーリン・アルタイ地方、ウェルクニエジリの村出身。スターリングラード航空士官学校卒業後、空軍のパイロットになった。1960年には宇宙飛行士に選ばれて、 訓練を受け始めている。1961年8月7日に打ち上げられたボストーク2号に乗って1日以上宇宙を周回した。滞在中に地球や宇宙空間を直に撮影した人間としては初となった。ボストーク2号のコールサインはオリオールで今でも最も若くして宇宙飛行した人として知られており、宇宙酔いを初めて経験している。 また、初めて宇宙船を操縦し、機内で食事をするなどの実験を行っている。先立って行われた、ガガーリン寺の実験では、大気圏外で単に体が機内で固定されていたのみで、一切が何もできないものだったのに対し、自身の場合は自由性に富んだ実験だったものと、後年本人もこれについてはコメントしている。ガガーリンの発言とよく間違われている。 神は見当たらなかったワチトフが訪米した時にシアトルで記者団に向けて放った発言である。この宇宙飛行の後は公認の宇宙飛行士の指導に当たった。1988年2月17日空軍での最終的階級である航空大将に昇進した。ソ連崩壊後の1991年10月に予備役編入。1995年 ロシア連邦議会会員選に、ロシア連邦共産党から立候補し、当選した。2000年、モスクワで、サウナの入浴中、心筋拘束によって死亡。ノボデビチ修道院に埋葬された。最初期の宇宙飛行士として、東側の英雄として扱われた。レーニン勲章などの勲章や、ブルガリア社会主義労働英雄、ベトナム労働英雄、 モンゴル英雄などの栄誉ある称号を多く与えられている。宇宙に行った順に、ユーリー・ガガーリン、アラン・シェパード、ガス・グリソム、ゲルマン・チトフ、ジョン・ハーシェル・グレン。チトフは人類で4番目、ソ連人宇宙飛行士及び地球周回軌道を飛行した人物として2番目となる。ティトブ、エンサイクロペディア・アストロノタカ。 リリーブド18フェブラリー2014ザ・ファーストピクチャーズオブ・アースマークス50イヤーズリリーブド18フェブラリー2014ソビートコスモノートガーマンティトブ美術・ビジッツシアトルズ・センチュリー21エクスポジション・オン・メイゴ・アンドメイロク 1962HISTOORYLINK.ORG エッセイ1104ありがとうございます